マンのウルトラマンブレザー。こちらが4月8日から配信され放送が開始されるウルトラマンブレザーの変身アイテムになっております。どうぞお楽しみ。スコーンをこちらにセットするとクリスタルが回転してこのバーサライターが光る仕様になっております。右側のボタンを押すとこのように中の模様がどんどん変わっていくような仕様が楽しめるようになっております。ぜひご覧くださいませ。Z のメダルを入れたときにはこの柄が Z の証拠になるような光り方がするようになっております。ブレザーのストーンだけではなく歴代ウルトラマンのストーンを装填することで様々な変身アスカができるようになっています。主力装備がこのアースカー無作歩行改善の中で近接戦闘を得意とする。両手にはアースガッツパーティーの下で様々なこちらの尻尾には誘導アニメーションではこちら口から放つ可燃流星アースファイアの装備バーサライターで展開する流れとなっております。突如として現れた光の巨人ウルトラマンブレイザー、ご覧ください。正体不明の光の巨人の作品になります。ウルトラマンブレイザーの変身アイテム正義のために強く力を欲したとき変身アイテムブレイザーブレスが左腕に出現する。